紳士王国どうどう完成。我が輩誰かに見せたくてたまらない。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。ほっ。吉明様、先ほどの御仁は敵でございますだよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に詰めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまいだね。その通り、この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。おっと、そこの君、出羽の神と奥州三代素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。おお、まこと鮮やかな陣取り働き。おお、むしろまた面白い冗談だね。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。奪われたくなければ興味を引かないことだ。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうかね、この衣装貴公には着こなせないだろうがね。茶柱を大きく立てた方が勝ちでござる。この陣奪い返されないようしかと守ってみせます。こんな枕方で太刀打ちしようにも。紳士になるなら素敵なおしゃべりも大事だよ。紳士は永久に不滅だよ。まだまだ、この超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。進軍するよ。我が輩を隠すように進みたまえ。我が輩のヒゲ先からも水が噴き出したら素敵だろうね。つけヒゲが取れた。ああ、もっといいヒゲつけておけば。我らが奮い立たねば最後の場まで失うぞ。風魔の技に見惚れろとは命じていないのだがね。しっかり身代わりになりたまえよ。お任せくだされ。頼む、ヒゲだけはぶたないで。攻めましょう。拙者もお供いたします。下を向くでない。は
血が手からこぼれるぞ。ショック、ここぞとばかりのおもてなしだよ。お任せを。おもれる者は必殺からず、我らを侮ったが失策ぞ。紳士の気品が隠れることも許さない。水も滴るいいヒゲは艶やかだろう。お湯よし、給水よし、臨戦態勢整いました。刑の不足こそが風魔の不足を推し進めるのだ。うすうすと感づいてはいたが、Kの内側に救いし、その記憶、実に目障りだな。所詮は人世の夢、忘れ去るに任せるつもりだったが、どうやらさまつと流すべきではなさそうだ。兵ほどの者がいいダクダクとあの牢屋に従っていた理由、滅びゆく小田原にて兵と牢屋が体験せし日は、兵を一点の曇りなき不足とするため、そのあたりを探るとしようか。極めて手数なことだが。何やら槍のマタザが探し人に奔走している模様です。勝家、あなたは。独眼竜が水郷にも稽古相手を求めているとのことです。ちょいと手合わせだ。地下に誰かがいるみたいですが。あれれ、なんてこった。ま、迷子じゃー。